浮いた感じする。気のせいかよ。今のガンって音がなんかブレーキの解除音らしいです。あ、めちゃくちゃ滑らかだな。この電車は藤ヶ丘行きです。次は東寺資料館に。早い。 This is the local train bound for Fujigaoka. The next station is Toji Shiryokan Minato. 早い。あのね、速度計が隠れてるんで何キロぐらい出てるのか分かんないんですけど、結構速い気がする。あ、いいですね、この前面展望。すごいガラスが大きくて。東寺資料館お出口は右側です。結構今の駅からここまでで結構登ったんですけど、多分電車だと結構きつい上り坂になるから、こういうリニアモーターカー式が選ばれたっていうことらしいです。結構ねアップダウンがあるんですよ。あ、そう、自動を思った。見えるかな。次が万博公園ですね。次は愛地球博記念公園。愛地球博記念公園です。The next station is 愛知九博記念公園。駅が見えるんだよね。ここが車両基地ですね。車両基地からね入ってくる路線が登ってきます。まもなく愛地球博記念公園。愛地球博記念公園お出口は右側です。このポイントがやっぱ独特ですね。愛地球博記念公園 The doors on the right side will open。また反対から来た。The next station is Koen Nishi. This train is fully automated. If necessary, please contact station attendants directly or by using the microphone.どちらかっていうとこれブレーキをかけながら降りてる気がする。下ったとこに駅があるのか。ここにイケアがありますね。まもなく公園西。公園西お出口は右側です。 We will soon make a brief stop at 公園西。The doors on the right side will open.
しのお客様は次でお越しください。リンゴではお年寄りやお体の不自由な方のための優先席と車椅子のためのスペースを設けています。お客様のこの先で有料道路に向かう道がオーバークロスします。これが唯一上をまたぐ道かな。あ、結構速いな。駅は結構あるからゆっくり進んでるけど、駅と駅の間は結構速い。芸大通り、芸大通り。ここがトヨタ博物館の最寄り駅ですね。ね、また対向が来ました、ね。あ、結構人が乗ってくるかも。ガクンって止まるもんね。この右側にあるのがトヨタ博物館ですね。次は七瀬古戦場、七瀬古戦場です。愛知七瀬、The doors on the right side will open. 人が乗ってきそう。次は入外家公園。入外家公園です。明徒美術館、秋田長久手店へお越しのお客様は、次でお降りください。お客様にお願いします。お客様の近くに不審なものがありましたら、触らないで、係員にお知らせください。The next station is 入外家公園。入外家公園。We will soon make a brief stop at 入外家公園。The doors on the right side will open. してあるよ。年末ジャンボ。ここから結構ね、急カーブになって面白い区間です。次は花見口
花水木通りです。長久手市文化の家へお越しのお客様は次でお降りください。お客様にお願いします。車内での迷惑行為が発生しましたら、係員までお知らせください。結構鉄道では考えられないぐらい急カーブの急勾配だと思いますよ。Please notify a station attendant.路線がね、なくなってますね。構内、車内でのマスクの着用、会話を控えめにしていただくことへのご協力をお願いいたします。また、混雑車両を避けての乗船乗車ご協力にもお願いをいたします。本日も折にもご利用いただきましてありがとうございます。次は藤ヶ丘終点です。藤ヶ丘、お出口は右側です。地下鉄東山線はお乗り換えです。リニモをご利用くださいましてありがとうございました。お忘れ物のないようにご注意ください。We will arrive at the Fujigaoka Terminal. The doors on the right side will open. Passengers changing to the Higashiyama subway line, please transfer at this station.Thank you for using the Limo line.